河本真理と申します。私が、プロパガンダの研究を始めたきっかけというのは、京都の、人文科学研究所との一緒の、研究班で、第一次世界大戦についての、総合的な研究を始めたというのがきっかけでした。美術とですね、古来からプロパガンダっていうのは、切っても切り離せないものであったっていうのをちょっとまず、確認しておきたいと思います。これ紀元前のものですけれども、これもすでにそういうものなんですね。ここにいるのがナラム神王で、下に要するにですね、敵国の兵士を踏みつけているわけですけれども、あとは戦争がですね、ナポレオンですね。やっぱりですね、基本的にこれ結構ナポレオン美化して書いてるっていうのと、実際にですね、サンベルナー統領をこういう時に、ナポレオンはこんなにかっこよく馬で越えたわけじゃなくて、実際はなんかこう老婆とかなんかもうちょっと越えやすいもので越えたという話です。で、私が特にですね、第一次世界大戦のプロパガンダを研究したのは、これが現代のプロパガンダの原型になっているからです。写真と映画というのは、やはり第一次大戦において登場した非常に新しい媒体です。で、戦争の表象を根本的に変える契機の一つとなりました。写真はですね、挿絵よりはるかに迫真性に勝る。でもちょっと気をつけたいのは、これはあくまでも迫真ということなんで、真実という意味じゃないんですね。真に迫っているということなんで、はい。で、効果的に、プロパガンダが用いることができる。で、実はですね、ここにちょっと上のが見づらくて申し訳ないんですけども、これはですね、今でもこういうことしてるかもしれません。同じ写真なんですけども、元の写真はこれは1905年にロシアのオデッサで、部隊に虐殺されたユダヤ人母子の写真です。ところがこの写真、あんまり知られてないのいいことにですね、この同じ写真を持ってきて、ここのキャプションを変えます。で、全く別のキャプションで、ポーランドにおけるドイツの悪党の犯罪って言って、そういうふうに思っちゃいますよね。ということなんで、このようにですね、キャプションを変更してプロパガンダに転用するとこういうことまで行われました。じゃあ次、記念碑ですね。記念碑というのはですね、戦争の記憶の想起、そしてナショナルアイデンティティを確認し、癒しの機能があるというふうに考えられています。で、こちらのシャルリ・ロンディのパリ15区の戦没者記念碑なんですけども、実はこれだけ見ると普通に見えるんですけども、スキャンダルがありまして、イロンディがですね、6月17日にもこれ除幕するんですが、ル・ジュルナルという、その当時の新聞ですね、市場で除幕式をあえて欠席すると宣言しました。で、委員長宛に抗議したという書簡内容を暴露します。これは私のいない間に承諾を得ることもなく、私がその作者である10億の戦没者記念碑に失礼にも変更を加えたことが分かって驚愕したと。だから自分の知らないうちにですね、知らないうちに、しかも私のいないうちにですね、勝手に変更を加えられたので、こんなものの除幕式には出られないというふうに言ったんです。で、これでちょっと考えてみたいのが、これはイロンディがですね、15区の戦没者記念碑をやる前にですね、1927年除幕したものがあります。で、ここちょっと拡大してみたんですけども、この右側のですね、剣を膝であるこの労働者像っていうのが問題になって、これが、反軍的、反愛国主義的であるという、結構豪豪たる非難になりました。で、この時、この折られた剣っていうのは、フランスのもんじゃなくて、ドイツの武器を荒らすものである。で、イロンディ自身もですね、第一次大戦従軍中に何度も表彰されたというですね、説明がなされて、これはなんとかですね、除幕式の刊行にまで至ります。はい。というわけで、これもですね、この右側がやたらこうスカスカしているので、右側にですね、例えば、労働者を想起させる像ですね、すなわち共産主義革命の示唆が、設置されていて、過去のですね、ルバロア・ペレのですね、論争の再燃を恐れる、当局が、撤収してしまったのではないかというふうに考えることもできます。今ご紹介いただいた辻田です。よろしくお願いします。私は普段ですね、本とか書いて生活してるんですけども、たまたまそのプロパガンダだとか、あるいは検閲の本を書いてましてですね、まず最初にですね、プロパガンダっていう言葉が昨今よく使われるようになった。で、それはどういうふうに定義できるだろうかってことを考えておいた方がいいだろうと思うんですね。ポイントを言うと、まず政治的だってことですね。つまり例えば商品買ってくださいっていうような CM は普通プロパガンダと言わないだろうということでは、政治的っていう理由が一つあるとかです。
で次にあるのが組織的っていう部分ですね。でこの組織的っていう部分はなぜかっていう、なぜ入れてるかというと、例えば個人の人がですね、例えば自分の政治的意見を表明するといった場合に、それは単なるその人の意見を述べてるだけだと、つまりオピニオンみたいなものですよね。でそういったものはまあ普通、まあプロパガンダと言わないという意味では、まあ国家とかあるいは政党とか、まあ、そういったような公的な組織がまあ行うものっていうのがもう一つポイントとして挙げられると思います。でそこにもう一つ加えるんであればですね、まあ、プロパガンダって否定的な意味合いが強いので、なんでそう否定的になるかというと、やっぱり強制的というんですかね、なんかこう無理やりこう相手に押し付けるようなまあ性質があるというところが、おそらくまあプロパガンダ の、 まああのこう要素として挙げられるのかなというふうに思います。で、今回この後まあいろいろ話すときのですね、まあ、いわゆる取っかかりになるようなあのプロパガンダに関するいくつかのポイントっていうのをお話ししたいと思うんですけれども、まず一つはですね、プロパガンダとアートと必ずしも対立しないってことですね。つまりプロパガンダとアートじゃないとかですね、アートだとプロパガンダじゃないってわけじゃなくて、あのなんていうかこうアートかつプロパガンダっていうことがあるってことですね。例えば、下の方にいくつか挙げてますけれども、あのエイゼンシュテインのその戦艦ポチョムキンという映画ですね、これはゲッペルスも影響を受けたというような作品で、これソ連の共産主義体制を宣伝する映画ですけれども、まあ、映画史の中では画期的だとされる作品です。あるいはレニー・リーフェンシュタール、これナチの宣伝ですけれども、意思の勝利っていう、まあ、映画があって、これもまあ、もちろんヒトラーの宣伝ではあるんですけれども、映像としては何かこう見るべきものがあるとされている作品です。あるいは藤田嗣治の篤刀玉砕、これもですね、まあ、日本の戦争中のプロパガンダなんです。篤刀における日本軍の守備隊が玉砕した、それは日本精神として素晴らしいんだということを言いたいんだけれども、まあ、でも一方でその芸術作品としていろいろ鑑賞される作品でもあるということですね。で次お願いします。で次にプロパガンダっていうのはですね、文脈によってだいぶ変わるってこともやっぱ考えなきゃいけないのかなと思います。太平洋戦争こういう時代があり、あの美術家あの芸術家に対してこういう統制がありましたと、でそういう文脈でこういうのが作られましたっていう淡々とした解説をしてるんだったら、まあ一つ美術館のやり方だと。しかしですね、そこにですね、米を再びこのように撃滅しようって解説書いたら、それはプロパガンダになっちゃうわけですよね。つまりどのように展示するのかっていう、そういう文脈、あの TPO みたいなものがすごく大切でということです。つまりあのそういう作品をプロパガンダかどうか考えるときっていうのは、この作品を単に何も知識ない状態で見てどう思うかではなくてですね、どういう文脈があり、どういうふうに考えるかっていうことですよね。で3つ目はですね、これ先ほど の、 あの定義の話と関わるんですが、政治的な作品だとしてからとしてイコールプロパガンダじゃないってことですね。例えば独立したアーティストが自分の作品に何か政治的見解を込めましたとしてもですね、それは単に自分の意見書いてるだけなんです。つまり普通の人が政治的意見表明するのと一緒で、ある種オピニオンみたいなものなんですね。やはりこれに関しても文脈を見なきゃいけませんねということが言えると思います。で次お願いします。でこれで最後なんですけれども、まあ、プロパガンダっていうのはその時々のですね、最新のエンターテインメントと結びつくってことですよね。現代であれば、例えば動画、インターネットの動画とかですね、まあ、そういったものがプロパガンダと結びつく。つまりプロパガンダっていうのは過去の事例だけではなくて、新しく展開していく可能性があるということですよね。そういうことを頭の隅に置いておく必要があるのかなと思います。で次お願いします。でこれでまとめなんですけれども、まあ、今後だからプロパガンダにしてどのように考えるのかというまあことで、まあちょっと取っかかりになる話をと思って入れたんですけれども、まあ今日やはり政治と文化芸術というのがいろんな面であの結びついているところがあるのかなと。つまり文化芸術に関してですね、政治家が口を出したりっていうようなことが日本だけじゃなくて、まあ世界的に増えてきている中において、まあプロパガンダっていうのを改めてちゃんと考えなきゃいけない機会に来ているのかなと。でその時に心がけるものとしてですね、まず一点としては、言葉の歴史的背景をまあ気にあの踏まえるってことですね。例えばプロパガンダっていう言葉もなんとなく政治的な作品だからプロパガンダっていうふうにレッテル貼りして終わりじゃなくてですね、プロパガンダにはプロパガンダの歴史があり意味があるわけですね。でそれぞれの意味をちゃんと考えるってことです。例えば検閲に関してもそうだし、言論弾圧、例えばヘイトって言葉もそうかもしれません。なんかこうなんとなく使われているわけですよね。でそうじゃなくて、この言葉の由来みたいなものにしっかりこうなんていうか踏まえて使うってことですね。ということが一つ大切なのかなと思います。で2つ目としてはですね、歴史をワクチンに使うって書いてますけれども、これはどういうことかというと、いろんな事例を知っておくってことですね。例えば目の前に新しいプロパガンダ作品みたいなのが出た際に、あ、同じことやってるなと、同じような意図があるんじゃないか、つまり知らず知らずのうちに何かこう教え込もうとしているものにこう気づくことができるようになると。つまりそれはワクチンということですね、ある種。で第3点としては、中間地点を大切にするっていうふうに書いてるんですが、政治的な議論ってやっぱりこう正しいか正しくないかとかですね、正義か悪かみたいな、すごいこう善か悪かみたいな二分になりがちなんですよね。でそれはしかし表現としてすごいやっぱり貧しいわけですよね。例えばよく政府に今反対できるからとかね、反対の意見がいけるから今政治の表現の自由があるだろうっていうふうにしばしば言う人がいるんですが、実はそうじゃなくて、反対か賛成かしかないっていうのはすごいもうすでにかなり表現としては貧しくなっていて、瀕死の状態になっているわけです。そうじゃなくて、その中間においてですね、いろんな細やかな議論ができるかどうかっていうのは、実は表現の自由の核心部分なんですね。ですから
まあ、我々がこういう政治的な議論をするときにもですね、あまりこうどこどこが悪いとかですね、どこどこが悪とかっていうのではなくて、まあ、その中間にあるどっちつかずの議論っていうのを大切にするという視点を持っておく、こういったことがまあ実はプロパガンダみたいな、プロパガンダってのはある意味すごく単純ですから、そういう単純なものに引きずられないためには、中間地帯を曖昧と言われようが、どっちもどっち論と言われようがですね、大切にしておくと、こういう姿勢を持っておくってことが、私はプロパガンダの備えとして極めて重要だと思います。ちょっとメディアテクノロジーの話をしようと思ったんですね。メディアテクノロジーとプロパガンダはどうだった、僕自身は、東京芸術大学というとても保守的なアートスクールで、社会学とかメディア研究とか文化研究とかを教えています。まあ、とりわけメディアというのは自分にとってとても大事なんですけど、ドイツはやっぱり第二次世界大戦の後、非常にまあ、広報というかプロパガンダが大事だって学ぶ、とりわけまあイギリスにしてやられたみたいな感じがあって、なんかイギリスのプロパガンダで全くそのドイツ人がやる気を失ったと、いろいろと新聞を配ったりなんとかしたので、これはまずいから宣伝をちゃんと国内でピシッとやって、っていうことですごい力を入れるわけですね。おそらくヒトラーというのは歴史的に見てもそうしたプロパガンダにとても成功してきた、まあ、広告のまあ天才的な人だったと思うんですけど、かつてのメディアっていうのは割と単純で、新聞にしてもテレビにしても、まあ情報の送り手がいます、メディアがいます、視聴者がいますっていう形で、まあ読者でもいいんですけど、まあ基本的に一方方向でマスメディアというのは動いていたわけですね。でみんなそのことに対していろいろ不満があると、要するにマスメディアが勝手にしてると。でまあでも国とか行政とか、あるいは企業から見ると、まあ言ってしまえばマスメディアさえ抑えちゃえば一方通行でメッセージが送れるから、まあ、なんていうか管理はしやすいようなメディアだったし、まあ、これが近代的な国の形を作ってきたと言ってもいいかもしれないです。で次行ってもらえますか。でもまあ、インターネットをはじめするようなある種のインタラクティブなメディアができると、いやいやそうじゃなくてもう少しこうお互いにやり取りできるよっていうことができます。で例えば政府みたいなのは市民に対して直接何かを語りかけることもできるし、逆に市民もいろんな形でこういろいろ政府に直接言うこともできるかもしれない。でインターネットができたときはこうしたことがすごく夢のように語られていて、僕らもまあそうなるのかなと思っていたわけですね。今我々が2019年に見ているものはちょっと違うモデルになってきてしまっていて、でそれに変わっているのが次ってもらえますか。ちょっと違うモデルを、でそれ具体的に言うと、政府は直接何かその市民に語りかけたりするわけでもなく、市民も直接なんか政府に言うことよりではなく、むしろ政府は積極的に情報の送り手に対して何かのコメントをしていく。具体的には朝日新聞が言ったことに対して何かを言うとかね、あるいは NHK が言ったことについて何かを言うものとしてソーシャルメディアをうまく使っていこうとするわけです。で逆に市民と言われている人、まあ、この市民って何なのかっていろいろあるか分からないけど、何かの影響を与えていくために直接何か政治を動かすというよりは、むしろ具体的にはその一緒にそのこれまで視聴者と呼ばれていた人を、まあ、マスメディアと一緒になって何 か動かすことによって意見を通していくことの方が動くんではないかと。要するに政府は政府でマスメディアに対してソーシャルメディアを使いながらいろんな批評をしていく、これは間違ってる、朝日新聞は嘘ばっかり言ってるみたいなこと、まあ、それトランプなんかもそうだし、まあ、ある意味政治家みんなそういう感じになってきてるわけですよね。で彼らは別にその、まあ、国民に語りかけてるみたいな言い方をするんだけども、実際にはそのメディアについてひたすらコメントを発していくみたいなことをすると。でそれに対してそれを受けた市民は、それもなんか別に政府に対してやるということではなくて、むしろネットの中で、まあ、ある一部分を切り取っていろいろ流通をさせていく、まあ、その中には右翼的なものも左翼的なものもあるんだろうけども、でも基本的にはやっぱりその人数が多く、まあ、お金を持っているところの方が勝つので、まあ、今のようなその 言論のなんか流れになっているっていう感じがするわけです。3名さんのプレゼンテーションを受けてですね、まあ、ちょっと一つの例として、まあ、今アートベースももしまに大浦信之さん の遠近を抱えてという版画作品を全14点展示しているんですけども、まあ、河本さんが、まあ、第一次世界大戦のプロパガンダの研究もそうなんですが、まあ、コラージュのが一番専門ということなので、まあ、大浦信之さんの版画作品は版画なんですけど、まあ、かなりコラージュ的な要素が強い
ので、まあ、ちょっとそういう政治的な、まあ、言説回収されているものよりも、まあ、もうちょっと作品の内容について検討できればなと思いまして、ちょっと河本さんにご意見いただければと思うんですが、まずはですね、ちょっとそこら辺どういう作要するにですね、要素で構成されているかっていうのを見てみたいと思うので、まずちょっとですけれども、こちらが、最初のこの作品ですけれども、これ要するにですね、元になっている部分っていうのは、これ解放印象の、可決屏風ですね。その上にですね、ここの部分があるのが、レオナルド・ダ・ヴィンチのこれは、頭蓋骨の、修作です。こういう解剖図のイメージっていうのが、これからも、頻繁に出てきます。まあ、この解剖図を結構使ったっていうのは、まあ、ダ・ヴィンチの素描たくさん出てきますが、その中でも解剖図っていうのが一番多いんですけれども、まあ、それはまあ要するに人体の一部っていうか、まあ、自己の一部ということで、使われているそうです。でこれで大浦さんのお話だと、これは天皇批判ではなくて、だから例えばその反日プロパガンダとかではなくて、これは要するに自画像なのであると、まあ、特にニューヨークに住んでいらっしゃったってことがあると思いますが、西洋 と、日本の対比っていうのがですね、非常に意識されていると。やっぱりですね、先ほど辻田さん文脈が重要だってお話しされてましたけども、やっぱり一部分だけ切り取ってちょっとプロパガンダっていうにはちょっとプロパガンダってもっと結構分かりやすいものなんで、先ほど白か黒かっていうんじゃなくて中間地点が重要だってことを今おっしゃってました、辻田さんもおっしゃってましたけども、そういうですね、まあ、ある意味でそういう多層的なイメージといいますか、まあ、そういうですねものっていうのも考えていかなくちゃいけないなっていうふうに思いました。今回結局一部の作品の部分が切り出されて騒がれてるのは、結局部分を切り出さないとそう言えないってことなんですよ。それ全体を見るといろんなイメージについて語らなきゃいけないし、うん、単純にそうだって言えないっていうところが多分切り出された理由でもあると思うんですね、うん、例えばツイッターって画像の添付って4枚までしかできないわけですよ。例えば大浦さんの作品だと要するに一番燃えそうなやつを選んでるわけですよね。でそれでなんかある種悪しきキュレーションみたいなのが行われていて、でも来ると14枚あると、で14枚あると、まあ、いやでもこれ全体でどういう意味があるのかなとか、よくわからない作品の前でも立ち止まって考えたりとかっていうことをしなければいけなくなるわけですよね。だそういった機会をどういうふうにインストールしていくのかっていうのが今後私は大切になっていくと思いますね。やっぱ作品が見られてないのはすごいなんか不幸なことだと思うんですよね。なんかちゃんと作品見ないでなんかみんななんかこう勝手なことばっかり、やっぱり、まあ、とりわけツイッター の問題ってあって、なんていうかな、批判がすごくつまんなくなってるというか幼稚化してる感じがあるわけですね。でもっと言うとやっぱすごく例えばその大浦さんの仕事で天皇ごっこっていう映画がある、ドキュメンタリーがあって、それミスターチレンっていうやっぱり新右翼を描いたもので、これ僕は今批判している右派の人は全員見た方がいいと思うんですけど、要するにミスターチレンという、まあ、非常に過激な、まあ、殺人まで犯してしまうような右翼の人がいて、で、まあ、彼は小説も書くし、まあ、はちゃめちゃな人生を送っていって最後自殺してしまう人なんだけども、でも同時にその大浦さんがやっぱミスターチレンにその何とも言えないような魅力を感じていく、で自分と重ね合わせていく、でもそこはやっぱり触れてはいけないものがあるんではないかとかっていう葛藤があるみたいなことがすごく描かれていて、なんていうかそういう文脈抜きにしてこういう作品見ても僕あんまりいいかないと本当は思っていて、作家を語るときにちゃんとなんか作品見て語ってほしいなと本当思うんですよね、うん、例えばこれだから例えば保守 の、ね、思想家で西部進さんって亡くなっちゃいましたけど、西部さんってこう必ず言葉使うときにその語源をたどるわけですよね。つまり保守にとって言葉とかその歴史っていうのはすごく大切なものだから、ちゃんと言葉を使う際にもそういう文脈とかを大切に使うことこそが保守なんだってことを実はおっしゃっていて、でそういった意味では最近のこうそういう右派運動してる人っていうのはまさにそこをもう一度振り返ってほしいなと思っていてですね、でつまりその言葉の歴史的背景をすると軽々しく言葉を使えなくなるわけですね。そのプロパガンダにしても検閲にしても、あるいはヘイトとか言論弾圧とか全部そうですけれども、でそういうSNS 時代だからこそ逆にそういう言葉の背景を考えるってことが大切だと思うんですよ。